サウンドテック TV をご覧の皆さん、こんにちは。サウンドテックの平です。年末年始にかけまして、1階視聴室、2階視聴室で秋フェーズの視聴会をロングランで行っておりました。その中から本日は秋フェーズのプリアンプの比較視聴を行いたいと思います。最後までぜひご覧ください。ラックに収まっているととても似た2機種に見えますが、内部の構造や音には大きな違いがあります。 C2900 は当店の展示品、 C3900 は今回秋フェーズ様にお借りしております。内部の構成につきましては、昨年行った秋フェーズの視聴会で詳しい説明がありますので、こちらをご覧ください。中にはその金色のなんか基板がいっぱい入っておりまして、ボリューム装置です。左側にあるのは左側のボリュームをコントロールするためのアンプで、右側にあるのは右側のボリュームをコントロールするためのアンプ、全部がそのボリュームなんですよ。実は中に入っているもの、まあトランスが入ったり、電解コンデンサーが入ったり、コントロールするそのロジックがあったりということにはなってるんですが、ほぼほぼ8割型、ボリュームです。要するにこんぐらいの音にしたいなっていうところにぴったり合うような、そのボリュームコントロールするための究極の形がこの C3900 の中に詰まっております。でどんな風になってるかっていう話なんですが、中身はですね、いろんな音の大きさのアンプがいっぱい入ってます。そのアンプでちょうどいい音量のアンプっていうのは皆さん多分あると思うんですね。そういうアンプを一つ用意していただいて、その音量でしか聞けないけど、それで楽しむ。でも皆さんいっぱいいらっしゃる時には少し大きな音量にしたいんで、少し大きめのアンプも必要です。夜中ですから今度はちっちゃい音量のアンプが欲しいな。いろんな数のアンプがいっぱい必要になると思います。でそれを叶えるのがですね、そのアンプを組み合わせで使おうと、実は16種類の音量の違うアンプをいっぱい持ってきて、それを切り替えて、組み合わせでつないでいます。そうしますと、そのボリュームというのはその音量を調整するためのそのつまみはついてるんですが、中はただ単に切り替えをして、一番適正な音量になるようなアンプにつないで、ドライブをしているだけと。ですからボリュームの装置というのはないんですね、中に。その適正なアンプにつなぎ替えるための仕組みが入っていて、そのボリュームというのは実は、まあ、皆さんよくその、いろいろ経験されている中で、使っているうちになんかガリオーム、なんかこうしばらく使わないとガリガリするな、音量絞っていくとなんか右と左の音量感が違って少しこう左によって聞こえるなと、そんな経験があったと思うんですが、要するにまあボリュームでコントロールしないといけないんですが、やはりそれ必要枠です。なんとかそのボリューム自体をやめたいなということがずっとありました。そのボリュームの阻止をもうやめてしまって、適正な音量のアンプにつなぎ替えるという仕組みに変えてございます。格好としては全く従来と同じ格好をしているんですが、ボリュームの阻止、その可変抵抗というものは中には実は入ってないんですね。それが私どもの AAVA というその、ボリュームに、秘められた、まあ秘密にはしてないですけど、いう仕組みになっております。これがその C3900 の中に入っているボリュームでございます。アルミの塊になっていて、とにかくこれがしっかりした、感触でコントロールできるように、で中には抵抗体入ってなくて、位置を検出する装置だけが中に入ってます。ああ、お客さんこんぐらいの音量にしたいんだなっていう位置検出装置だけが入ってます。でなおかつリモコンでもコントロールしたいもんですから、中にそのクラッチのシステムが入って、この機構とモーターの機構を切り替えてモーターで回したり手で回したりっていう仕組みが入ってます。まあとにかくがっちり作りたいもんですから、そのアルミのこのね細工みたいな状態になってるんですけど、いろんなとこからその穴を開けて、中にその仕組みを閉じ込めています。これがそのこだわりの結晶と
ということでそのボリューム素子を持ってまいりました。その抵抗体がないもんですから、そこの劣化っていうのはまあ考えないでいいよということが非常にそのメリットになります。適切な音量のアンプをカチカチっと選んで内部でそれに接続して、そのアンプでこのパワーアンプをドライブしているよっていうのがこの C の3900でございます。実はもう一つメリットがあって、2台分のその装置が中に入っております。C の3900というのはそのバランス型の信号、バランス入力でバランス出力の信号なんですけど、コントロールするところもバランスなんです。で、そのシステム全体が2台分あって、それを同じ信号を扱うことでノイズを下げることができます。やはりその中に使われているのはアンプですので、アンプのノイズを理論的には2台で 70% まで絞ることができます。30% ノイズを減らすことができます。まあ究極ということで、さらにノイズを良くするために2台分の物量を入れて、さらにノイズをなくそうという努力をしている結果がこちらです。まあ中にギュッと押し込まないといけないんで、回路をとにかく小さく小さくして、先ほどのその、ボリュームシステムの中に、収めております。大きな違いの一つにボリューム回路がございます。C2900 のバランスド AAVA と C3900 のバランスド AAVA を2回路搭載したデュアルバランスド AAVA。 このあたりが音の表現にどう影響してくるのか、どのような変化があるのか、とても楽しみです。個人的には今年はアナログを始めたいと思っているので、アナログとの接続も注目ポイントの一つです。 C2900 のオプションであるフォノイコライザーユニット AD2900、C3900 であれば別にフォノアンプが必要となります。 C3900 とステレオフォノアンプ C47 を使用したサウンドもとても気になります。こちらはまた別の動画や視聴会などでご紹介できたらなと思います。視聴に使用する機器を紹介したいと思います。アキフェーズ C2900、アキフェーズ C3900、パワーアンプはアキフェーズ A80、 プレイヤーはエソテリック K05XD、 ネットワーク再生はエソテリック N05XD、 スピーカーはソナスファベールオリンピカノバ3となります。それではどうぞ。
those your eyes? Is that your smile? I've been looking at you forever, yet I never saw you before. Are these your hands holding mine? Now I wonder how I could have been so blind. For the first time I am looking in your eyes. For the first time I'm seeing who you are. Can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand what love is. Love is for the first time. Can this be real? Can this be true? Am I the person I was this morning? And are you the same you? It's all so strange. How can it be? All along this love was right in front of me. For the first time I am looking in your eyes. For the first time I'm seeing who you are. Can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand what love is. Love is for the first time. Such a long time ago, I had given up on finding this emotion ever again. But you're here with me now. Yes, I found you somehow, and I've never been so sure. For the first time I am looking in your eyes. For the first time I'm seeing who you are. Can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand what love is. Love is for the first your smile. I've been looking at you forever,
Yet I never saw you before of these your hands holding mine. Now I wonder how I could have been so blind. For the first time I am looking in your eyes. For the first time I'm seeing who you are. Can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand what love is. Love is for the first time. Can this be real? Can this be true? Am I the person I was this morning? And are you the same you? It's all so strange. How can it be? All along this love was right in front of me. For the first time I am looking in your eyes. For the first time I'm seeing who you are. Can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand what love is. Love is for the first time. Such a long time ago, I had given up on finding this emotion ever again. But you're here with me now. Yes, I found you somehow, and I'm first time I am looking in your eyes. For the first time I'm seeing who you are. Can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand.皆様いかがだったでしょうか。オリンピカノバ3パワーアンプ A80 との組み合わせ、どちらもとても良かったですね。ボーカルの位置や演奏の楽器の位置にすごく違いがあるなと感じました。 C2900 はまっすぐ音が前に伸びてくるような気持ちよさがありました。 C3900 は音場がとても大きく広がったように感じました。曲の静寂な部分の表現や音の現れ方にも大きい違いを感じられました。皆様はどちらがお好みだったでしょうか。本日は秋フェーズの視聴会の中から C2900、C3900、
プリアンプの比較試聴を行いました。 C2900 は当店に常設しております。視聴希望の方はご予約をいただけるとスムーズにご案内できます。その他店頭で視聴できる製品、イベント情報、お得なセール情報などぜひホームページをご覧ください。現在は店内でしかご覧になれないシークレットセールも開催しております。皆様のご来店お待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。